皆さんこんにちは、椿ファクトリーの新沼希空と福田真凛です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たち椿ファクトリーは今回このコンクールの応援サポーターを務めて5年になるんですけれども、毎年本当にたくさんの感動をいただいているコンクールになります。今回マリンちゃんは初めてということで、はい、どんな心境ですか？そうですね、やっぱり出場者の皆さんやっぱり緊張してると思うんですけど、こう努力してきたことを精一杯発揮してくださるように全力でこう応援していきたいと思います。はい、私はですね、本当今回で5年目ということで、もう最初の時から本当にいろんな方のステージを見てきたんですけど、はい、毎回勇気とか元気とかたくさんもらうパフォーマンスばっかりで、本当に私もこのコンクールでもっと頑張ろうとか、そういう気持ちにもなれる機会でもあるので、今年も全力で応援していきたいなと思います。それで、今回私たちは5年目にして重大な役割を任せてもらいました。それが出場者への突撃インタビューです。すごい緊張とか伝わってきそうで、すごい私たちも緊張するんですけど、頑張りましょう。はい、それじゃあ早速出場者の皆さんのところに行ってみましょう。まずは千葉県から来た土田ファミリーです。本番前にすいません、一言伺ってもいいですか？ズバリ今本番前ですが、どんな心境ですか？ワクワクしてます。あ、ワクワクしてる、はい、全然緊張とかはしてないの？してないです。すごい、すごいですね。大丈夫ですか？ぜひ楽しんで頑張ってください、はい、応援してます。ありがとうございます。本番直前にありがとうございました。本番もこう緊張せずリラックスして頑張ってください。続いては愛知県から来た山崎ファミリーです。本番前によろしく、すいません、よろしくお願いします。ズバリ今の心境はいかがですか？特に緊張もせずに、じゃあいつも通り頑張るっていう感じですかね、はい、かわいいですね。どんな歌が聴けるのか、とっても楽しみですね。本番直前にありがとうございました。本番もこう元気いっぱいに頑張ってください。ありがとうございます。続いては大阪府から来てくださいました佐藤さんファミリーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、今本番前なんですが、ズバリ心境とかありますか？心境、楽しんでやりたいなと、はい、思ってるのと、彼がどこまで頑張れるかなというのが、はい、それもまた楽しみです。そうですね、緊張とかは今されてないですか？緊張してる？しない。すごい、ぜひ素敵な歌声を聞かせてください、はい、応援してます。本番直前にありがとうございました、はい、本番もこう家族で一致団結して頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。続いては山口県から来てくださいました坂本さんファミリーです。よろしくお願いします。いや、今本番前直前なんですが、ズバリなんか心境なんかはありますか？ワクワク、おー、ワクワク、はい、なんか楽しみ。緊張とかはしてないですか？そんなに。あ、そんなに。すごいですね。すごいですね。衣装もお揃いで、とっても楽しみにしています。はい、本番直前にありがとうございました。本番もこうお揃いの T シャツみたいに心一つに頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。続いて大分県から来てくださいましたアランファミリーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張はしてますか？はい、とても緊張してるんですけど、その反面ちょっとワクワクした気持ちがあります。どうですか？緊張してる？はい。かわいいですね、衣装もね。どんな歌を歌ってくれるのか、とっても楽しみです。本番直前にありがとうございました。本番は自信を持って頑張ってください。ありがとうございます。続いて鹿児島県から来てくださりました高妻ファミリーです。よろしくお願いします。緊張はしてますか？してます。可愛いね。可愛い。可愛いですね。ぜひ笑顔いっぱいで頑張ってください。はい、本番直前にありがとうございました。笑顔いっぱいで楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございます。
続いて沖縄県から来てくださりました内間ファミリーです。よろしくお願いします。いやもうすぐ本番だと思うんですが、今どんな気持ちですか？どんな気持ち？ワクワク。じゃあ全然緊張とかはしてないんですかね？でもなんか緊張っていうか、もうなんかずっと歌ってるから、なんかもう早くなんか終わらせたいみたいな。ぜひ楽しんで、はい、とってもこの衣装も気になるので、早く私たちも見たいなっていう気持ちでいっぱいです。頑張ってください。ありがとうございます。本番直前にありがとうございました。本番も全力で楽しんでください。ありがとうございます。飯沼さん、今回インタビューしてみていかがでしたか？いや、いつもだと、はい、なんだろう、すごい緊張してますっていう方が多いイメージだったんですけど、今回聞いてみるとみんなワクワクするっていう感想を言ってた方が多かったので、本当になんだろう、みんなで楽しんで頑張ろうっていう気持ちがすごい伝わってきたので、早く私自身も見たいなっていう気持ちで今はいっぱいです。マリンちゃんはどうだった？そうですね、私はやっぱり家族ごとにこう個性があって、こう、ね、T シャツとかお揃いだったりして、やっぱりもう本番が楽しみで、なんかすごい素敵なステージになるんだろうなって、もう今からワクワクしてます。そうですね、はい、本番の模様は12月26日13時から BS 朝日でオンエアです。皆さんお楽しみに。